どうも、こんにちは。宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回は家庭菜園のいちご栽培で11月のいちごの生育の様子をご紹介したいと思います。今年、私は10月中旬にプランターにいちごの苗を植えました。植え付けてから1ヶ月ほど経ちましたので、そのいちごの生育状況をご紹介して、 皆さんが育てているイチゴでも、まあ、こんなことが起きていませんか、まあ、こういったことはこう対処しましょうというようなことをご紹介したいと思いますですのでご家庭でイチゴを育てている方は是非最後までご覧ください ではまず最初に前提条件についてご紹介します今回ご紹介するイチゴは私の自宅の庭で育てているイチゴです私の自宅は関東にありますなので関東近辺で育てている方でしたら気象条件が似ているのである程度時期が一緒だったりとか生育状況が同じなんじゃないかなと思いますただ北海道とか東北に住んでいらっしゃる方とかあとは九州とか沖縄に住んでいる方ですと関東とは気候がだいぶ違いますので えちょっとね生育状況が違うとか時期がずれるということがありますその点はご了承ください それから今年私はイチゴの苗を10月の中旬に植えまして今この動画を撮影しているのは11月の中旬ですなので苗を植え付けてから1ヶ月後の姿です苗を植え付けて1ヶ月後の姿ということを考えていただければ他の地域に住んでいる方でも同じような比較ができると思いますそれから今は秋のこのね状況をご紹介しているんですけれども春に苗を植え付けた場合であっても植え付けてから1ヶ月後までの 生育っていうのはかなり似通った部分がありますので、春に苗を植え付けた方でもご参考になると思います。では、まずは10月中旬頃のごの苗を植え付けた直後の庭全体の様子をご紹介します。はい。まあ、こんな感じでして、庭に植木鉢がいろいろと並んでいて、そこで苗ですとか、あの、他のね、葉物野菜とかを育てています。えー、こんな感じで、まだ植え付けたばっかりなので、あのー、ごのね、葉っぱの枚数が少なかったりとか、株が小さかったりとか、まあ、こんな状況でした。 で次が、えー、それをね、1ヶ月ぐらい経った後、11月中旬の私の家の庭の様子です。はい、まあ、こんな感じに、えーまあ、植木鉢若干位置がずれたりしている部分もあると思うんですけれども、まあ、葉っぱがすごくこう大きくなっている、葉っぱの枚数が増えている、緑が増えているみたいなね、えー、部分が分かるんじゃないかなと思います。はい、今ね、比較のために、えー、両方の写真出していますけれども、まあ、こんな感じに両方見ると、まあ、よりね、比較がしやすいかなと思います。まあ、こんな感じに、 ま、一ヶ月でだいぶ、こう、まあ、イチゴが育ったなっていうのがね、わかるんじゃないでしょうか。じゃあ、ここから、えー、細かくね、見ていきたいと思います。じゃあ、まずは、生育が良かった苗の、えー、状況を見ていきましょう。はい。苗の生育が良かったものを植え付ける時っていうのは、まあ、こんなような状態でした。 はい、でこれがね1ヶ月経つとこう変わりますはいこんな感じで、えー、分かりますかね葉っぱの枚数が増えているし葉っぱが大きくなっていて、まあ、緑がより鮮やかになって、まあ、すごく大きくね、まあ、元気に育っているっていうのが分かるんじゃないでしょうかはいこれもね、まあ、両方の写真見比べてもらうと、まあ、さらに分かりやすくなるかなと思います葉っぱの枚数が増えてますよねでこう全体的に大きくなっていて、まあ、元気に大きくなっているっていうのがねやっぱり苗がいいとねあのすごく よく育つっていうのがわかるかと思いますでだいたいイチゴの葉っぱっていうのは1ヶ月で1つの芽から4枚ぐらいの葉っぱが出てきますなのでまあ芽が2つあったら8枚とかまあ、そういう感じなんですけれどもまいちごの苗って最初は芽が1つとか2つぐらいのことが多いのでまあ、1ヶ月経つと葉っぱの枚数が4枚増えるとか8枚増えるとかねまあ、それぐらいのことが多いです はいじゃあ次はね苗の生育が悪かったもの、まあ、それがねどんな感じになったのか見てもらいたいと思います最初は10月中旬の苗を植え付ける前の苗の お写真ですはいまあこんな感じで、まあ、苗がね、まあ、すごく良くなかったんですよねなんか病気みたいな反転が出ているし葉っぱの枚数が少ないしなんかクラウンはすごく伸びていてなんか古くてねあのなんか植え残りのあんまり良くない苗なんじゃないのかなと思いましたでこの苗については過去にね別の動画でいい苗と悪い苗の比較っていう動画でねより詳しくご紹介してますのでまだ見てないという方は是非ご覧くださいじゃあこの苗を植えつけて1ヶ月経ったらどうなったのか これをですねちょっと見ていただきたいと思いますはいまあ、こんな感じになっておりましてまあ、一応ね葉っぱの枚数としては増えてるんですよまあ、3枚ぐらいはね新しい葉っぱが出てきましたで、ただあのそのね3枚のうちの一番最初に出た葉っぱ苗を植え付けた直後に出た葉っぱについてはなんか黒い斑点がくっついてるんですよねでこれねはもしかしたら炭素病なんじゃないのかなっていうふうに思ってますここちょっと予想してみると まあおそらく炭素病などの病気に感染していて、えー、まあ症状が出ていたんだけれども気温が下が下ったことで症状が今収まりつつあるただ体内にまだ炭素病などの病原菌を補菌していて、まあ、感染している状況になっていて気温があの下がっているので出てないんだけれども来年の春気温が上がるに従って再び症状が発症して。 でおそらく初夏とか夏ぐらいには症状がひどくなって枯れてしまうんじゃないかなと思っていますで、注意しなきゃいけないのはこの春とか夏の気温が上がった時に菌が活発に行動するようになって周りの株とかもしくはランナーでつながった苗とか、まあ、そういったところに感染をどんどん拡大させる病気の元になってしまうっていうね感染源になってしまうっていう可能性が結構高いっていう点なんですよ。なので本来は、 私としたら今のの段階でこの苗は抜き取って捨てるっててて捨るをお勧めしますただ、まあ、それが本当にそうなるのかどうかあのこちらのチャンネルでご紹介しなければいけないという使命がございますのであの私はね、まあ、そういう風になるんじゃないかな、まあ、これはすごくあの問題児というかね なんだけれども、まあちょっとこちらのチャンネルでご紹介するために、私は今後も育てていきますが、本当だったらもうこの段階で捨てた方がいいなと思っております。はい、じゃあ次はね。その植える前と植えた後で見比べてみましょう。はいまあ、こうやって見比べてみるとまあ、確かに葉っぱの枚数増えてるけど、なんかさっきの？ いい苗とは全然生育が違うっていうのがね分かってもらえるんじゃないでしょうか、えー、それからですね他にもちょっと状態がよくなかった苗を植えたものがありますのでそちらをご覧ください、えー、こちらのね、えー、苗見ていただくと葉っぱがすごく小さいですよねなんか,かろうじて 出ては来てていいいるんんですけれども,もう本当に小さい葉っぱしか出ていませんでおそらくなんですがもうこの株については根がすごく死んでいてプランターに植えつけたんですけれども全然伸びていかずに死にかけているっていう状態なんじゃないのかなと思います。まあ、こんな感じで、えー、やっぱり状態が悪い苗を植えつけるとその後1ヶ月ぐらいあのすごいいい土でいい環境で育てたとしてもすごい生育悪いんですよね。 まあ今回は枯れなかったんですけど、まあ、枯れていてもおかしくないぐらいね生育状況としては悪いなと思っています。でこのあと回復して元気に大きくなる可能性もちょっとあるんですけどおそらく、えー、このまま生育はずっと悪いもしくは途中で枯れてしまうという可能性が高いと思っています。 なのでまあ前ねど別の動画でもご紹介したんですけれどもやっぱり苗ってすごい大事ですよっていうところですねいい苗が手に入ればやっぱ1ヶ月経っただけですごく元気になるし悪い苗の場合には、えー、1ヶ月後、まあ、やっぱ全然元気にならないっていうのがありますのでいい苗を自分で作るもしくはいい苗を購入するこれがね、えー、すごく大事なポイントですはい次ねもう一個今度は徒長した苗があったのでそれも見てみましょうはいこちらね徒長した苗でして、まあ、葉っぱがビヨーンって長く伸びていた ないでしたでただ今見ていただくと新しい葉っぱっていうのはあんまりこう徒長していないんですね傭兵って言われている茎の部分が短めに収まってますこれなんでかって言いますと徒長してたのってそもそもなぜかと言いますと夏場の日長時間が長くて気温が高い時期に密集した場所で管理されていた いいいううう可能性ががが非常に高いんです、ねまあ、そうすすねまそるるるととと葉っぱが伸びて登頂するということが起きるからです。で、ただ今って冬になってきて日長時間が短くて気温も低くてそれから私は株と株の間の間隔を開いてね開けて管理しているので、まあ、その結果葉っぱの傭兵が短いあの茎がね短くなっているっていうねそういう現象が起きておりますはいでは次は、えー、花房が出てきたので、まあ、それをねご紹介したいと思います。 はいこんな感じに今ね育っている株元を見てみると、えー、つぼみがねょこれねちょっとよく見ないとつぼみだっていうことに気づかないので皆さんも育てているいちごの、えー、この目の部分ね付け根の部分ちょっとだけこう指でほじくってみてもらって、まあ、こういうねこう葉っぱじゃない塊、まあ、つぼみみたいなものが出ていないのかっていうのはちょっと確認してみてください。 でこちらの動画を撮影しているのが、えー、11月下旬ぐらいになりますので、えー、おそらくですねこの花芽分化したっていうのは10月中旬ぐらいなんじゃないかなと思いますでその後10月下旬ぐらいから11月上旬ぐらいにかけて花が形成されるっていうね花ができるっていう段階がありましたので10月下旬以降の肥料とかその時の株の健康状態によって今出てきた花のサイズとか1個の花房についている花の数とか こういっったものが決ままてきますなので今ね花が出ていて花が大きい花の数が多いっていう場合にはそのね10月頃の株の株栄養状態が非常に良かった元気だったったていうね証拠です、まあ、だからこそあの途中でね追肥をするとか最初に元肥を使うとかそういったことが大事ですよっていうね話につながっていきますじゃあ次はもうちょっと株が伸びたものもありますのでご紹介します はい、先ほどの,あの出始めのつぼみが数日経つと花房が伸びていきますで花房が伸びた後数日後に花が咲きますでその後数日後にえ花が咲き終わるというね段階になります今映しているのは一つが花房が伸びて花が咲く手前のものもう一つは花が咲き終わって花びらが落ちたものですこの花が咲いてから花びらが落ちるまでの間に人工授粉を やりますと実がなります人工受粉ではなくてミツバチの受粉とかそういったものに期待するっていう方法もあるんですけれども春の場合には結構ね虫がブンブン飛び回っていることが多いんですが、まあ、11月の中旬とか12月とかになるとなかなか野生のね蜂とかアブとかそういった虫が飛んでいないので人間の手で受粉をしてあげないとなかなか実がなりませんこの人工受粉のやり方については詳しく紹介している動画もあるんですけれども例えば梵天って言われるね耳かきの反対側についてるこうふさふさし たようなやつあれでポン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 やってあげるっていう方法もありますし、まあ、それがねちょっと面倒くさければこう手でポン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 ってねこう小刻みに揺すってあげてその振動で受粉させるっていう方法もあります。 でただこのね出てきた株を根元からポキッと取って捨てるっていう方法もあります。ここはね結構悩んでいる人も多いと思うんですが、まあ、取って捨てるか残して実をつけるかね。でまあこれはあの皆さんがどうしたいのかっていうのと、まあ、皆さんが育てている環境温度によっても変わってきます。 でこのあと花っていうのは0度以下になななると傷んんでででダメージを受けて受粉できなくなってきくっしまうんですねで。その後と実ができたものも、まあ、0度以下とかマイナス3度ぐらいまでいくと実が凍って腐ってしまうとかそういったことがあるので例えばね皆さん住んでるのが北海道とか東北ですごい寒いところで。 もう、ね、0零度ぐらいになってるとかもう確実に0度になるみたいなね場所であったかい環境を作れない家の中に取り込めないビニールハウスなんてないっていう場合にはもうね取って捨てた方がいいんじゃないのかなと思っています。 でただ、えー、そうじゃなくて、関東に住んでるとか、西日本に住んでいる方で、まあ確かにたまに0度以下になるけど、その時は家の中に入れればいいやとかね、えー、ちょっと小さめのなんかミニハウスみたいな、ミニ温室みたいなものがあって、そこの中に入れておけば、まあギリギリ0度ぐらいは保てるんじゃないのかな、みたいな方だったら、えー、今の段階から花を残して実をつけさせてあげれば、 えー、例えば11月下旬ぐらいに自分で人工受粉させてあげたとすると、えー、収穫できるのはおそらく1 1月月上旬とか1月中旬とととかかか中それぐらいいになるかなる思います人工受粉がね12月とかになると、まあ、実が収穫できるのは1月の下旬以降とかね、まあ、大体1ヶ月半ぐらいかかるっていうイメージです人工受粉させてから収穫まで、まあ、ここまで1ヶ月半ぐらいっていうね、まあ、大体一つ目安として覚えておいてもらえればなと思います。 はいじゃあ次はねちょっと育てている栽培容器をご紹介します。 まず一つ目は、こちらダイソーで売っている容器でして100円で売っていました。私はね、このプランター結構いいぐらいなサイズだなと思っているので、例えばね、サニーレタスを1株育てるとか、イチゴを1株育てるみたいな時にね、こちらのなんか六角形かな八角形かなちょっと忘れましたけど、まあ六角形かなそれぐらいのプランターをよく使っています。えー、水はけもね、しっかりあの切れるっていうのがね、私の気に入っているポイントです。あと土の量がちょうどいいぐらいっていう感じですね。 で使っている土は私はあの使い古しの土を使っているのであのポテトバッグでねじゃがいも育ててたやつとかトマトバッグでトマト育ててたやつとかねそれに再生剤混ぜてリサイクルして使っているという感じです。 で次はダイソーで買った200円の植木鉢です。これはなんか縦に結構長くて土がたっぷり入るっていうねやつです。まあ、これを使うと、えー、まあ例えばミニトマトの栽培とか、まあ、夏野菜の栽培もまあギリギリいけるかなっていうね感じのものです。で、えー、正直いちごにはちょっと土の量が多すぎるんですよね。まあ、こんなに深さはいらないんですよ正直イチゴ育てる時。なので えー、まあ、これはちょっと大きすぎると思うんですけれどもそれでもあえてちょっと使っている理由というのがありますこれなぜかというと夏の猛暑対策ですあの先ほど紹介した六角形のやつは春とか えーまあ、秋冬だったらちょうどいいぐらいのサイズで、まあ、水やりが数日に1回やればいいなっていうぐらいの、えー、土の量、まあ、イコール保水力なんですね、まあ、土がたっぷり入るってことは水もたっぷり蓄えられるっていうものになってますでただあのさっきの六角形だとちょっと夏ね心もとないんですよね これ毎日水やりやらなきゃいけないとかもう1日2回やらなきゃいけないみたいなのがちょっとめんどくさいので夏に水やりの回数を減らすってことを考えるともう今の段階からこの200円ぐらいのどでかいやつに、えー、植えておいた方がいいんじゃないのかなと思って、えー、あえて大きすぎるっていうこちらの容器に今植えてます。はい、なのでまあちょっとね夏の猛暑対策みたいなのも実は前の年の 秋の植え付けぐらいの時からちょっと意識しなきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっとめんどくさいんですけどねあの一つポイントとしてあるかなと思いますでそれから、えー、これはですねあの私植木鉢を地面じゃなくて台の上に置いてますよっていうことですねこれなんでかっていうと私ヘルニア持ちなんですよあの腰がね椎間板ヘルニアで腰がめちゃくちゃ悪いのでこうあんまりね 腰を曲げるっていう作業をしたくなくて、できるだけ腰をまっすぐした、えー、立った状態で作業をしたいっていうのがあるので、植木鉢をちょっと高くすることで、まあ、一応の降雪ベンチみたいな感じで、できるだけ腰に負担をかけないようにっていうのを意識してやってます。でまあ、こういう棚ってホームセンターとかでも売ってると思いますし。しまあ、私の場合はモノタロウで買ったんですけど、あの何かね。まあ、あの台とかあったらそういうの使うといいです。よっていうお話でした。 はいじゃあここからはちょっとねもうちょっとイチゴの状態にフォーカスをして病気とか害虫とかねそういった部分を見ていきたいと思います意外とねいるんですよあの虫とか害虫って秋でも結構見逃している方もいらっしゃると思うので一個一個ねポイントをお伝えしていきますはいこちらの写真何がポイントかと言いますと何か分かりますかねあれこれおかしいみたいな部分ちょっと考えてみてくださいはいどこがおかしいかと言いますとちょっとね葉っぱがくるんって くるんて分か,かりますかね、まあ、ちょっとわずかなのでわかりにくいかもしれないんですけれどもこんな感じに葉っぱがくるんって丸かっていたらうどんこ病が葉っぱの裏についている可能性があるぞっていうふうに疑ってみてくださいこれはね100%っていうわけではありません例えばちょっと水が多すぎるとかねあのたまたま古い葉っぱだったみたいな理由で別の理由で葉っぱが丸かることもあるんですけれども、えー、一つうどんこ病の可能性もあるぞっていうふうに注意してみてください はい、で、これはね、えー、茎にうどんこ病がっていうのは名前の通り、なんか小麦粉がくっついたみたいなねなんか白いカビみたいなやつがついているものでして、まあ、これがひどくなると、えー、植物が枯れてしまうとか、まあ、もしくは身についてしまったら食べたくないですよねカビがついているイチゴってまあ、そういうねところが問題になるものですでうどんこ病は、えー、人間が過ごしやすいって思う温度いちごにとって生育が良くなる温度の時に一番出やすいっていう病気なので え結構ね、イチゴ栽培で切っても切り離せないというか、なかなかね、対策が難しい病気の一つです。こちらは葉っぱに白い粉がついているので、こちらもね、やはりうどんこ病です。こんな感じにうどんこ病って、葉っぱとか茎とかいろんな部分につきますで。次はランナーについたうどんこ病です。一応育てていると、ランナーっていうね、こう棒が伸びていって、そこに苗ができるんですけれども、そこにもね、びっしりうどんこ病がついておりました。 はい皆さんね育てているいちごにうどんこ病がついていないかどうかもう一度確認してみてください、まあ、葉っぱの表面についていることもあるんですけれども葉っぱの裏面とか茎とかランナーとかねちょっと見えづらいところにうどんこ病が発生していることが多いですじゃあ次は虫について見てみましょうはいこちら何がついているのかというと花房、えー、ね花のつぼみなんですけれどもよくよく見ると黒いものがちょっとついてますよね これ実はアブラムシなんですよアブラムシって緑色のやつとかもいるんですけど、まあ、今回はね黒っぽい色のアブラムシがついていました次こちらまた別の株なんですがこちらの株は一体何の問題が起きているのかわかるでしょうかちょっと考えてみてくださいまあ見た目はそこまで変ではないのかなと思うかもしれないんですが一部栽培に詳しい人だったらもうこれはねやばいあの虫がいるぞっていうのがねわかると思います はいこれ実はですね肌にっていう虫が葉っぱの裏面に寄生しているという株でしたで、肌にについては後でさらにね詳しくご紹介するんですが何が、えー、私とかね一応栽培詳しい人にとっての、えー、シグナルというかこれ肌にいる、えー、現象ですよっていう風に、ね、伝えてくれているのかちょっとご紹介しますはいこちらの葉っぱ見ていただきたいんですが葉っぱの表面になんか白い点々みたいなのが若干 あるのわかかりますかね大きな点々ではなくて本当に細かな点々なのでかすれみたいな感じに見えるのかなと思いますでこの葉っぱ裏返してみますとはいこんな感じに葉っぱの裏面にハダニがいるんですねでハダニがいるって言われたとしてもこの写真見ただけだといやハダニなんていないじゃないかってね思う方が多いと思うんですよ、まあ、全然見えないですよね、まあ、この写真見ても正直私でもね見えないですでも えここでね、えー、とスマホとスマホにくっつけるレンズを使って拡大して顕微鏡みたいにして見てみると別世界が広がってるんですねはい、えー、こちらはですね葉っっぱのの裏面ををスマホと拡大レンズを使って撮影したものです、えー、見ていただくと分かると思うんですが、えー、こちら写っている虫がハダニの成虫です大きいやつがハダニの成虫で、えー、丸くて白くて丸い、えー、クリンとしたやつでこれがハダニの卵なんですね なので今ハダニの、えー、メスが卵を産んでその卵を守っているっていう状況ですなのでこれが数日後数週間後にはそのハダニの卵からハダニの幼虫が孵化してその幼虫が数日後数週間後には成虫になってその成虫がまた卵を産んでっていう感じで、えー、もうどん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 、えー、10倍100倍1000倍みたいな感じに、えー、すごい勢いで増えていきますまあこれがね え問題なんですでただ肉眼だと見えないのでなかなか気づかない人が多いと思うんですが、えー、ちょっとねスマホの拡大レンズを使うとかあのもしくはね葉っぱの表面のかすれを見るとかそういったことをやると肌にがいるのかどうか分かりますので是非チェックしてみてくださいで。この拡大レンズっていうのはダイソーとかでも売ってますしアマゾンとかでも買うことができます。 はい次の写真はアオムシとかケムシみたいなねそういった虫に葉っぱを食べられてしまったっていう写真です。えーまあ、おそららくね何かしらの種類のガノ幼虫ですね。ねただ蛾の幼虫って言ってもガってものすごいいろんな数がいるのでちょっとねその特定まではできなくてですねでかつ、えー、実はまだこの食べている虫自体私は見つけることができておりません。 例えばねヨトウムシっていうタイプの虫とかですと土の中に潜って隠れていたりとかもしくはね葉っぱの裏側に隠れていたりとかして、まあ、なかなか見つけるのがね大変だったりしますでおそらく同じ種類の虫だと思うんですけれどもランナーも食べられてしまってました、まあ、こんな感じで葉っぱを食べる虫って、えー、結構厄介ですねそれから実はね花も食べられちゃってたんですよ、まあ、こういういいに、えー、新しい 葉っぱの若いい部部分分みたいな部分結構柔らかいところそういうところは結構狙われやすいので花のつぼみとかランナーの先端部分とかもしくは新芽の部分みたいなねそういうところって結構食べられやすいので気をつけてください。で見つつけけたらねやっつけるよううにしましまょうそれから今ね写しているのはランナーと呼ばれている部分でして。 来年の春、まあ、もしくは来年の初夏,夏ぐらいになったらこのランナーを残しておいてそこから苗を作って翌年の栽培に使う苗を作るっていうことをやるんですけれどもこのじゃあ11月とか12月秋から冬にかけての時にランナーが出てきたらどうするのかなんですが基本的にいらないっていう人はもうハサミで切って捨てるようにしましょう。 まあ例えば寒い地域に住んでいる方北海道とか東北の方だともう11月12月に苗を作ろうみたいなのはもうすごく難しいのでもう切って捨てた方がいいと思います。 えただ西日本に住んでいる方でもう今のタイミングからできるだけ苗を増やしたいみたいな思いがある方はポットとかにね固定して苗を作っても OK ですでただ基本的にはまあ取って捨てるということをおすすめしますえ私はちょっと苗を増やしたいなと思っているので今あえて残しているという最中ですえこちらの葉っぱは枯れた葉っぱです、まあ、こんな感じにイチゴ育てていると古い葉っぱとか何かしらトラブった葉っぱっていうのは枯れちゃうんですよねもうこうなったらもう取って捨てるようにしてくださいそれから古くなった葉っぱについて ても手で揺すって取れるようなら取って捨てるようにしてくださいただあのすごく元気な葉っぱを取るっていうのはすごいもったいないことなのでそこはね無理して取らなくて構いませんはいそれからこちらは強風の影響で茎が折れてしまった葉っぱです私が住んでいるところ結構風が強いのでいろんな野菜が風で折れちゃうんですよねこれね結構困ってます風 <laughs> ね はいでただこれで折れてしまったとしてもなんか葉っぱが緑色で元気だったら多分ね胃環測がギリギリつながっているので、まあ、そのままにしておいてもいいかなと思いますただ葉っぱの部分が枯れてきたりとか、えー、腐ってくるようだったらもうそこはね取って捨てるようにしましょうはいじゃあここからは私が2年ぐらい前から育てている株をご紹介します ここまで紹介してきたのは、えー、10月中旬に植えて11月頃っていうね、まあ、1ヶ月ぐらいの間の育ったものなんですけれども、も2年ぐらい育ててるやつね、ちょっとご紹介します。はい、2年育ててるやつって、もうやっぱこんな感じに大きいんですよ。もう最初の段階から大きいので、まあ今でもずっと大きいっていう感じですね。葉っぱのサイズも大きいし、葉っぱの枚数も多いっていうね、まあ、そういう状態になってます。こちらの株元を見てみると、太い芽が3つあるんですね。 ま3つあるので、まあ、どういうことかっていうと3株育てているのに近いんですね、まあ、普通って苗植えつける時って芽が1個しかなくて、まあ、そこがね途中からちょっとずつ2個3個4個って増えていくんですけれどもやっぱり何年か育てているものってもう最初からもう太い芽が3つあるとか、まあ、場合によったら5つあるみたいな感じで、えー、もう最初から3株育ててる5株育ててるみたいなね感覚に近いものがあります。でこちらららののメリットとしたら最初から、ねえー、まあ3株分の収穫が え見込めるみたいなところがね一ついいところですはいじゃあここまでは写真を紹介しながら、えー、植え付けてから1ヶ月ぐらいでまあ、どういったことが起きましたよっていうところをご紹介しました、えー、動画見ている皆さんのいちごと比べてみてどうだったでしょうかまあ、ちょっと似ているっていうところがあったりとか ああちょっとうちとは生育は違うなみたいなね方もいらっしゃるかなと思いますここからはじゃあ私がこれから先どういうお世話をこの一チゴに対してしていくのかというところをねご説明しますまず一つ目は肥料を与えるというところです例えば新品の培養土を今年の9月とか10月に買って でそこに植え付けたっていう人は、えー、このね11月下旬とか12月ぐらいになってまあ植え付けてから1ヶ月とか2ヶ月ぐらい経ったと思いますでそれぐらい経つとその新品の培養土の中に含まれている肥料分ってだいたい ななくっってていいいるるか減っていることが多いです最初に含まれている肥料の種類とかにもよって違うので、まあ、ちょっとあの一概には言えないんですけれども、まあ、大体減ってきているでしょうなのでまあこれぐらいのタイミングで追肥を与えておくとこれから真冬になって完全に生育をストップさせる前にイチゴにとってのこう栄養の、ね、供給源になっていいんじゃないかなと思います まあ、イメージ的にはクマが冬眠に入る前に、えー、なんかどんぐりとか食べてから寝るみたいなイメージですねお腹ペコペコの状態で、えー、冬眠に入らないみたいなのがいちご栽培で結構大事かなと思いますでなぜかと言いますと、まあ、先ほどもちょっと話出たんですけれどもいちごの花の大きさとか数っていうのはそれができる頃1ヶ月なり2ヶ月前の株の状態で決まるんですね なのでこの11月とか12月ぐらいの株の状態そのどんぐりをいっぱい食べてるのかどうかですね肥料を十分与えられているのかどうかで来年の2月とか3月に咲く花のサイズとか数が決まってくるので結構大事なんですただ例えば私みたいに使い古しの培養土を使いましたっていう人だと自分で肥料を混ぜてると思うんですよあの例えばね えこういうマイガーデンベジフルっていう肥料とかあとはこのマイガーデン植物と土の元気が続く流浄肥料みたいなね、まあ、こういった感じのなんか肥料混ぜてますよねもしくは発酵油かすとか発酵鶏粉とか、えー、なんかいろいろ混ぜてると思います。でその 肥料の種類によっっててま、えー、またすすごい話が変わってきます肥料の成分が1ヶ月しか効かないものもあるし3ヶ月効くものもあるし6ヶ月のものもあるし12ヶ月のものもあるんですねでそれからそこに入れてる、えー、肥料の量これによってもまた今肥料が切れてるのかいや逆に肥料多すぎる状態なのかが変わってきますのでなので皆さん育てていて、えー、その最初に使った肥料の種類とか肥料の量それから今の いいちごののの葉っぱの緑色の濃さ加減みたいなその辺りを見てどれぐらいの肥料を使うのかっていうのを調整してください結構ねこちらのチャンネルで肥料についての質問を受けることが多いんですがいろんな情報をもらわないと回答できないっていうところがありますその皆さんが使っている肥料の種類とか量とかあとその土ね、えー、使っているその土の量とか種類とかねあのそれによっても変わってくるので まあ,あれなんですが私だったらじゃあどうすんのかっていったら先ほどね写真で見せたと思うんですがあの六角形のやつありますよね100円で売ってるやつあれだったら例えばこのマイガーデンのベジフルを一つかみ分ぐらい入れますね土と混ぜるというかあの縁の部分に入れるみたいなことを私だったらやりますであとこう200円のあの深いやつありましたよね、まあ、あれについても一応全体にはもう元声として えー、マイガーデンね入れてあるので、まあ、今から追肥やるとしたら、まあ、やっぱ一つ紙ぐらいですかね、まあ、こちらの肥料一つ紙ぐらいやるっていうのを、まあ、私だったらやりますはい、まあ、なのであのー、自分で考えられる人はもう自分で考えてやってください自分が使ってる肥料ねあると思いますのでで考えられないっていう人自分じゃもう分かりませんっていう人は私のおすすめはこのマイガーデンベジフルなのでこれを一つ紙あげてくださいでこれは化成肥料なのでいや化成肥料は嫌ですと有機肥料がいいですっていう方は 発酵油かすっってていうものが売ってるんですよで,で粒になってるタイプがあるので粒状の発酵油かすを買ってきて、まあ、その場合はあれか、まあ、そのパッケージになんか使用量の目安みたいなのが書いてあるのでその通りにあのやるとかでいいと思います、まあ、もしか分かんなかったらまあ1つ紙ぐらいなんか入れておきましょうはいそれで大丈夫です <laughs> あんまり細かいことを考えすぎるとあれなんで、まあ、こんぐらいにしておきましょうはいそれからね先ほど虫の話をしましたよね「アブラムシいました」とか「ハダニがいました」とかね いいう感じでいましたで多分今のタイミングだとアザミウマとかはあんまりいないと思いますしホコリダニもあんまり出てないんじゃないのかなと思いますし、まあ、ナメクジとかはもうさすがにちょっと11月下旬12月になるとナメクジもあんまり出てないんじゃないのかなと思います。でアリとかもね多分問題になってないと思いますね。なのでハダニとかアブラムシぐらいだと思いますので、まあ、そのぐらいだったら、まあ、例えばねアブラムシとかだったらもう指でやっつけるとかあの養生テープでペタペタ取るとか。 えー、肌になったら例えばもう水道水でバーッとね洗い流してしまって、えー、やっつけるとか、まあ、そういった方法でもいいですしまあ、あとはね農薬を使うっていう方法もありますね起毛封鎖型って言って、えー、虫の呼吸している口を塞いで窒息死させるみたいなタイプの、あのー、農薬、まあ、有機栽培でも使えますみたいなやつがホームセンターで売ってますのでそういったものをね使うといいのかなと思いますで例えばあのこういったものですね、えー、ベニカマイルドスプレーみたいなやつとか えー、ベニカナチュラルスプレー、まあ、こういったものだと、まあ、家庭菜園向けですよねシュッシュとやるだけでいいのでわざわざあの薄めたりあのしなくていいのでそういったのは、まあ、すごい楽なんじゃないのかなと思います、はい、あとあのうどんこ病の問題もあったじゃないですか、まあ、うどんこ病についてもあのこういったものが使えるんですよあのうどんこ病についてもあの胞子がファーってなるのを、ね、防ぐっていうベチャーってやることでもうそれ以上増えなくさせるみたいな効果がありますので、まあ、こういうスプレーがとりあえず 数株しか育てていない人にはおすすめですでそうじゃなくていや100株ぐらい育ててますっていう人は多分これだと全然足りないと思うので100株ぐらい育ててる人はなんか薄めて使うタイプのね、農薬を使いましょうこれから私がちょっとやらなければいけないことは今ね花が出てきましたで、多分花が咲くのが11月下旬もしくは12月上旬が一つピークになるんですよ でこの時に私はちょっと人工自粉をしようと思っていますっていうことは12月ぐらいから実がつき始めて収穫できるのが1月中旬もしくは1月下旬ぐらいになるんですねこれ真冬じゃないですか12月と1月って真冬なんですよなんで関東であったとしてもやっぱ0度以下になる日が結構あるのでその間あのイチゴをどうやって守るのかを考えなければいけないっていうところです私育てているところ実は、ねあの ビニールハウスの骨組みがあるんだけど天井とかサイド張ってないっていう場所なんですね。なので一つやり方としたら、えー、ビニールハウスの天井とかサイドを張るっていう、まあ、それだけでも結構ね保温効果があるので例えばマイナス1度ぐらいだったら多分全然耐えられると思います。でこれが、えー、記録的な寒波が来て関東だけどマイナス5度になるみたいな時だと多分ねそのちっちゃいハウスの中でも氷点下になっちゃうと思うんですけれども。 まあ普通の気候だったらもうそれぐらいで耐えられるかなと思いますであとは例えば今ね私この部屋の中植物だらけになってますけれどもあの寒さに弱い植物は室内に、ね、入れてるんですねなのでいちごの中でも花に人工授粉させて実を収穫しようと思ってる株だけは夜ね室内に取り込むとか寒波が来て寒くなる時だけ 室内に取り込むとか、まあ、そういった方法を取るのもありかなと思いい、ます。はい、ただね、まあ、結構面倒くさいですよね。そのなんかハウスを作るとか家の中に取り込むとか面倒、まあ、くさいと思うのでそういうのをあんまり考えたくないっていう人は今ねこの11月下旬とか12月に出てくる花については摘み取って捨ててしまうっていうのが 手っ取り早いいと思いますはいというわけで今回は家庭菜園で育てているいちごの11月の生育状況それから、えーまあ、どういったことをやったらいいですよという話をしました、えー、いかがだったでしょうか皆さんが育てているいちごが今どんな感じなのか是非教えてください、えー、できれば何県に住んでいて、まあ、どんな品種を育てていて今 どんな状況ですみたいな感じで教えてもらえると嬉しいです。まあ、例えば北海道に住んでいて、あの、すごい寒いので、イチゴが全然花を咲かせないし、もう地面に触れ伏すような感じになってますとか。 逆に例えば熊本県に住んでいてもう葉っぱはすごい元気でどん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 上に立ち上がっていてもう実がぶら下がっていてもうちょっとで収穫できそうですみたいな感じで多分地域差がねあると思います。あとまあ土地乙女育ててますとかベニホップ育ててますとかねエンジェルエイト育ててますとか品種も教えてもらえると嬉しいです。 それからこちらのチャンネルでは、なんかもうめちゃくちゃたくさんイチゴに関係する動画をアップしているんですが、まあ、そうは言ってもね、まだカバーできていないテーマもありますので、こういうテーマで話をしてほしいとかね、こういった点が、えー、ちょっとよくわかりませんとかね、そういった質問があればぜひコメント欄でリクエストも教えてください。 では、今回の動画が面白かった役に立ったと思ったら、ぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は、下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物など、いろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では、次の動画で会いましょう。では、また。